神朝文化祭2日目には各高校の高校生が参加したのど自慢大会が行われました。優勝者はなんとオリジナルソングを作って歌手デビュー。そしてのど自慢の審査委員長を務め曲を作ってくれるのは栃木県足利市を中心に歌手活動をしている織姫&彦星さん。のど自慢の前に歌も披露してくれました。石畳万那寺の門前の道、また小米と手をつないだの一番の思い出なの。幸せの瞬間をいつまでも忘れない、切な時間をありがとう。いくつになっても忘れないわ、ドキドキしたあの場所、愛の鐘を鳴らしたのだから今があるのよ。いくつになっても忘れないで、ワクワクしたあの時を、織姫神社の小さな社だから今があるのね。ありがとうございます。二人で歩いた渡瀬川、織姫神社が見える。また小米と微笑んでたの、特別な思い出なの。幸せの瞬間をいつまでも忘れない、大切な時間をありがとう。いくつになっても忘れない、愛の鐘を鳴らしたの。
あるのよ。いくつになっても忘れないで、ワクワクしたあの時を。織姫神社の小さな社だから、今があるのね。だから今があるのよ。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。